不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。さらなる情勢収集の不動産大工、今年の合格者に学ぶ諦めないは精神論ではありませんへん。ということで、このチャンネルは完全独学で心の近くを取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということですね、まあ、今年宅建試験に合格された方からたくさんですね、動画の方にコメントはいただいているんですけども、その中にもですね、来年の合格のヒントになることがたくさん入っているんです。で、今日お話しさせていただきたいのはですね、まあ、以前ちょっと動画でも取り上げました諦めないっていうキーワードですね。これについてですね、以前動画で取り上げさせていただいたんですが、これですね、諦めないということをですね、ちょっと誤解していただきたくないなというふうに思いまして、今日この動画をですね、撮らさせていただいております。最初にですね、ちょっと結論を言ってしまうとですね、私は今日言いたいのは、諦めないというのはですね、精神論ではありません。私ですね、基本的に精神論に関してはですね、あまり好きではありません。なんでかというとですね、再現性がないからです。精神論というのはですね、どうしても人によって個人差だいぶありますね。精神が強い人もいれば弱い人もいますから。ですから、精神論だけでですね、物を話し始めるとですね、できる人とできない人が出てきちゃうんです。それだと意味がないので、できる限りですね、誰でも再現性があるような形にしたいので、あんまり精神論というのは私は好きじゃありません。というところを含めてですね、ちょっとこれからコメントをご紹介させていただきたいと思います。いきますよ、こちらです。私が初めて宅建受験したのは19年前です。すごいですね。家族が不動産業をしていたこともあり、なんとなく資格を取ろうかなという理由でした。何度か受験しましたが、学生生活が楽しく、結果は激甚。卒業後は不動産業界とは全く違う業種に就職し、結婚を機に退職。その後、再び宅建チャレンジしてみようと、仕事、出産、育児を挟みながら、今年やっとのことで合格できました。おめでとうございます。民法7点、法令7点、税その他2点、業法18点、免除5点の39点でした。おそらく19年の間に8回ぐらい受験しました。一昨年は2点足りず、昨年は1点足りずの不合格でした。去年は落ち込みすぎて2ヶ月は立ち直れなかったです。一発や数回受験で合格という優秀な受かり方ではありませんでしたが、動画で田中先生がおっしゃるように、本当に諦めなくてよかったです。家族みんなが合格を喜んでくれてありがたいなと思いましたし、合格証書を手にした時は感激しました。すごいですね。本当にこういうふうに長年時間かけて合格された方なんかはですね、コメント聞くと私もすごく嬉しいです。今年落ちてしまった方の辛いお気持ちもわかります。私も落ちるたびにもう勉強したくないなと思っていました。本当に大変な方は少し立ち止まったりお休みしても良いと思います。また気持ちが復活したらいつでも挑戦はできると思います。19年越しに合格できた例がここにありますので、大変かと思いますが、頑張る受験生のために、田中先生の動画がずっと続いてくれると嬉しいです。来年は、鎮火にチャレンジしようと思っているので、セカンドチャンネルでもお世話になりたいと思います。ということでございます。コメントありがとうございます。まあ、こういうふうにですね、もう19年越しに合格する方なんかも中にいらっしゃるわけです。もう本当にすごいなと思うんですけども、今日私がですね、これお伝えしたいことというのは、合格するためにはですね、この方みたいに諦めないこと、これが非常に重要なんですけども、これ諦めないということはですね、具体的に言うと何なのかと言いますとですね、これなんです。継続することなんです。要するに続けるということですね。宅建というものを勉強し続けるということでございます。これやっぱりですね、諦めないとか継続っていうふうに聞くと精神論に聞こえてしまうかもしれませんけども、そうではございません。これはですね、継続するということは精神的にもっと強くなってですね、諦めないようにしろっていうふうにですね、これ学校の部活動みたいな感じのですね、精神論で行きたいっていうお話ではなくてですね、私が言いたいのは、これ続けるということは、仕組みなんです。仕組みとモチベーションの管理。この二つができるかどうかということなんです。これがですね、とても重要なんです。皆さんのですね、精神を煽って、もう諦めないように頑張りましょうということをですね、言い続けたいということじゃないんです。これはですね、続ける仕組みとですね、モチベーションの管理さえできればですね、おそらくほとんどの方がですね、継続することができます。で、どういう仕組みがあるのかというとですね、もう一言で言ってしまえば、この紙一枚勉強法でございます。この紙一枚勉強法に出てくる太陽記憶表ですね。あれを使っていただくっていうのは一番近いです。要するにですね、続かなくなってしまう一番の原因というのはやっぱりモチベーションが下がっていっちゃう。で、なんで下がっていってしまうかっていうと、やっぱり勉強している状況は可視化されていないからっていうところがあるんですね。その辺をちゃんと可視化するっていうことは重要になってきますんで、まずはですね、この太陽記憶表とかですね、表をちゃんと作っていただいて、管理をしていただくっていう、その仕組みを作るということですね。これは自分なりにカスタマイズしていただいて全然いいんですけども、まずその仕組みを作って、で、そのルーティンにまず自分を乗せるんですね。ということをするのがまず大事でございます。で、あとモチベーションの管理というのは、これも本人に書いてあるんですけども、まず簡単に言うと飛ばしすぎないということですね。三日坊主で終わってしまう一番の原因は飛ばして始めるからなんですね。
もう全力疾走でですね、モチベーションが高いものですから、全力疾走でスタートするわけですよ。もう今年の宅建試験、来年の宅建試験絶対合格するぞみたいにですね、今気合満々の人っていらっしゃると思うんですよ。で、気合満々で始まると、もう今日はもうこのページもどんどん進んで、まだまだできるからやろうというふうにやるんですよ。それ3日ぐらいは続くんですけども、4日目にもう疲れてきて休んじゃうんですよ。で、その休んだまま終わっちゃうっていうですね、これは3日坊主の現象でございます。こういうことが起こります。この原因はとにかく飛ばしてスタートするからこうなるんです。宅建試験の勉強に関しては、もう全然飛ばす必要はありません。特にですね、まだ来年のお話ですから飛ばす必要はありません。大事なことは継続することです。持続することですね。もうとにかく、追い込みすぎないということです。精神論ではありません。とにかく続けるためには、ゆっくりスロースタートで始めるっていうことがとっても重要です。まだもうちょっと勉強したりないなっていうふうに思うぐらいが一番いいということなんです。これが本に書いてあるやる気貯金という話なんですけど、まあ、気になる方はぜひ読んでいただきたいんですけれども、まあ、とにかくですね、私は長く続けていくためにはどういうふうに自分の精神をコントロールした方がいいのか、どういうふうな仕組みで勉強していった方がいいのかっていうところがですね、すごく重要だというふうに思っております。そこのところをですね、とにかくちゃんと自分を管理するということですね。ということをやるということで合格に向けてですね、継続していくことができます。決して精神論ではありません。頑張ってやれ、諦めるんじゃないっていうですね、そういう部活動みたいなそういうことを言ってるんじゃございませんので、そこのところですね、誤解のないようにというふうに思います。ちゃんとですね、論理的に仕組みとモチベーションというものをですね、二つを管理ちゃんとできれば、誰でも継続することはできますので、そんな自分を追い込む必要はございませんということでございます。来年ですね、宅建受験する方のですね、参考になれたら幸いです。ということで、また明日。